こんにちは。どうも、ひでおです。動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。イヤーファン、エアプロ4。この超大人気なコスパ最強の完全ワイヤレスイヤホン買っちゃいました。3年ぶりに完全ワイヤレスイヤホンを買いました。しかも新品で。買った理由がシンプルでして、3年前になんかメルカリで買った中華製のケチーっていう、いわゆるエアポッズプロに似てる、はい、この形です。このイヤホンをもうずっと3年間ぐらい使ってて、バッテリーのね、容量が減ってきてしまったってのと、あと右耳がなんかノイズみたいなのが発生するようになってきたってのと、あとシンプルに機能がしょぼい、そういった理由があって今回こちらを手放してこちらのイヤーファンエアプロ4を買ってみました。お値段なんですけど、これね、元値がですね11,990円なんですよね。でそっからお値引きがされてて9,990円なんですよね。で価格なんですけど、なんと僕が買えたのこれ1,500円オフクーポンが使えて8,490円でした。これ元々のね価格、まあ、いわゆる参考価格が11,990円なんですよ。まあ、約12,000円ですね。まあ、そこからこうお値引きがされた価格が9,990円。まあ、大体9,990円がまあデフォルトというか、他の Bose とか AirPods Pro とかとね比べるとやっぱり安い方ではあるんですけど、とはいえ9,990円、つまり1万円って考えると、うーんって多分なる方がいると思うんですよね。同じ気持ちの人いますよね、きっとね。完全ワイヤレスイヤホンの中だと安い方っていうのはもちろん承知の上なんですけど、ただそこからですね、たまたま僕これ撮影してるのこれ9月25日なんですけど、9月の28日土曜日までなんと1500円オフクーポンがこれ配布されてて、なので9900円から1500円を引かれるので8490円で買うことができました。めちゃくちゃ嬉しい。概要欄にこのイヤーファンエアプロ4のリンク貼っておいたので、もし気になった方はチェックしてみてください。ということで早速開封していきたいと思います。やばい、新品だからちょっと開けるのがちょっと躊躇するね。ほんと中古だともうさ、箱でポーンってくるじゃないですか。だけどこれもうほら、透明のフィルムがついてるんですよ。やばい。開封します。はい、ということで透明のフィルムを剥がしました。かっこよ、この音のところかっこよ。一応箱の外装をお見せしますね。こんな感じで、まあ、基本オールイングリッシュですね。はい、全部英語で書かれてる感じです。はい、こんな感じ。ちゃんと擬的マークもついてますね。では開けます。いきま、いでよ、ブルーアイズホワイトイヤーファンプロドラゴン。あれ出てない、ここでしたね。パカロニコ、わお、やば、贅沢、やば。僕からするともうこれだけで高級感あるって思ってんだけど、多分こっちの方が見やすいと思うので画角を変えました。とりあえず中身出していきます。わーすごい、わーすごい。そしてイヤーファン本体です。わお、外箱にも、はい、 What's in the box ということで、何が入ってんのって感じなんですけど、まあ、基本イヤホン本体、ケース、サイズ変えるやつ、説明書、タイプ C、 はい、これが説明書ですね。おーすごい、かっこよ。で、この説明書、はい、ちゃんと日本語書いてありました。英語だと思ったらちゃんと日本語も書いてあるし、こっちには中国語とかも書いてあります。すごい、ね。はい、説明書と、はい、こちらが耳のサイズを変えるやつですね。そして USB Type C の、はい、充電コードでございます。で、これが本体でございます。まあ、これがケースですけど、中に、イヤホンが入ってるはずです。それでは中身を開けていきます。いでよ。いやー、マジで。うわ、いいね。はい、イヤーファンってちょっとかっこいいね、これ。ほら、かっこいい、これ。でケースのこの、あ、見てください、ここに、はい、タイプ C 充電口があります。これでね、ぶっ刺して充電できると。でここが、あ、多分どんぐらいバッテリーが残ってるかとかをこのランプでチェックできると。で裏面にはこういう感じですね。では開けます。パカリンコ、はあ、見てくださいよ、大きかってる。見てください、これイヤーファンが出てきました。 L、 あ、これを剥がすことで要するにこれが始まるわけですね。じゃあ剥がしていきます。ピールオフ、いけ、うわー、始まった、俺たちの物語。そしてここも剥がしちゃったらいいのか、剥がします。でこれを閉じると、見てください、ランプが今3つつきました。そして開けると、見て、何これ、え、光ってる、何、え、光ってる、え、かっこよ、何これ。じゃあちょっと一回取り出していいですか。いきますよ。はい、おー、こう、あ、こういう感じなんだ。おー、すごい、ちゃんと磁石でこれ、はい、見えますかね、磁石でカチッと、ほら、こういうタイプ、しっかりカチッと。おー、これ便利、すげえ。で一回取り出して、わ、しっかりはまってるね、いいね。はい、ということでイヤーファンのお出ましでございます、皆さん。はい、ということで左側がレフトで右側がライトでございます。とこんな感じでイヤーファンっていうロゴが入ってますね。でここがちょっと丸っぽくなってるね、ここがね多分操作できるところだと思うんですよ。で内側が結構こういう感じで、ね、見えますかね。外側がこういうなメタリック感というか、ちょっと落ち着いた感じのこの色してるじゃないですか。からのちょっと内側がこういう感じでちょっとデザインになってますね。でこれを入れると光ると。
めっちゃかっこいいじゃんこれ。インストール、今インストール中です。起動しました。はい、OK、Agree。一応これ Continue with Google とか、まあ、ログインとかあるんで、ちょっとこの Google アカウントで僕入っていきますね。じゃあまず、ごめんね、これ英語なんですいません。で、これをプラス押して、クリックグラム、Bluetooth をつないでくれと。はい、もちろん、来た。今ですね、はい、耳にね、このイヤーファン、AirPro 4をつけてるんですけど、こんな感じでちゃんとコネクトできて、今、僕の右と左に、こんな感じで、ヒデオズイヤーファン、AirPro Pro 4をつ、うわ、すげえ、ちゃんと接続できてます。はい、ということで、今ですね、ここ耳に、ちょっと見えますか？イヤーファン、AirPro 4つけてます。どうですか？これ今、もうそのまま一回つけて、もうそのままなんですけど、めっちゃフィット感いいです。もう普通にこう軽く耳にポンってつけるだけで、今、閉鎖感っていうの、あの耳の密閉感、すごいです。今つけてるだけでフィット感良くて、まあ、一気にこう、音が遮断されるというか。そしてすごいフィット感もいいから、はい。とりあえず今つけたけど、すごく安定感があります。何も音も流してません。こんな感じです。今 YouTube でフリー音源を流してるんですけど、めっちゃいいね。めっちゃいい。何がめっちゃいいってわかんないけど、普通に、ちょっと一回止めるわ。今止めたんですけど、普通に音いいですね。普通に音いいってさ、もうね、ごめんなさい、言葉がおかしいと思うんですけど、まあ僕みたいな素人からすると、マイナスポイントがなく普通に使える、やったーって感じです。今、ウーバーワールドのピグマリオンって曲を流してます。やばい。めっちゃやばて。と言っていいですか、素人の僕だからこそ分かるというか言える表現がありまして、このね、3年前に買った3000円ぐらいで買ったこの中華製のね、一応これノイズキャンセリング機能ついてるワイヤレスイヤホンですけど、これとね、イヤーファン AirPro 4、これ比べたら本当に申し訳ないというか、比べちゃダメだと思うんですけど、まあこれを比べてね、本当によく分かるのが、音のクリア具合というか、そのすげえいい音ってなってます。それはもちろん3年前のものとさ、そしてこの3年後のさ、今のすごいいろんな技術が詰め込まれた製品だからさ、全然それ違うのは当然分かってはいますけど、全然音の良さが違います。これめっちゃいい。普通に今もう聞いてて、あ、うん、めっちゃこの今ウーバーワールド聞いてたけど、もうこれもっと聞きたいって今なってます。これタッチコントロールがついてまして、はい、こんな感じで書いてあります。参考までにちょっとやってみていいですか。このレフトですね、左側を一回押すとボリュームダウン。あ、すげえ、あ、やば。今音量をね、僕低く設定してたんです、スマホの方で。で、今レフトで一回ポチって音量ダウンボタンポチッと押すじゃないですか。そしたら音量1個下がったんで、今音量0になりました。右を一回押すとボリュームが上がるらしいので、一回やってみます。いきますよ。せーの、ポチッと。あ、すげえ。上がりました。今音楽流れてます。あ、すげえ。もう一回押します。お、上がった。しかも反応いいね。ちょっと一回音量下げていいですか？一回押して、もう一回下げる。今音量ゼロです。なのでこうやって今動画が撮れてます。すげえ。で、右と左どちらでもいいんですけど、2回タップすると再生、もしくは一時停止になるそうです。ちょっとやってみます。一回音量をこれで上げて、はい、はい。今音楽流れてます。今こうやって音楽流れてるんですけど、ここを2回タップすると音楽が止まるらしいです。いきます。見てください。止まりました。すげえ。これ右と左どちらでも OK なので、じゃあ次右で、次今止まってるので、はい、一時停止中なので、よし、じゃあ再生するぞっていう時はここ2回ダブルタップです。いきますよ。はあ、見て、めっちゃ楽。ちょっともう一回やります。僕結構ウォーキングとかもしますし、ランニングとかもするんですよ。で、そういう時とかに一回曲止めたいなって時とかあるんですよ。そういう時にこれポンポンってやると、今みたいにもう反応もよく止まってくれるわけです。で、あと音量とかもね、あ、ちょっと音量下げたいなって時とかに、こうスマホでやってましたけど、これならパーンって一回タップするだけでできるので、めっちゃ楽。右耳を3回タップすると次の曲、左耳を3回タップすると曲が、1個前に戻ると。ちょっとやってみますね。今これウーバーワールドのピグマリオンって曲聴いてるんですけど、じゃあ次の曲行きたいので3回タップだね。それではいきます。 1,2 の3。あ、見て、すげえ。次の曲流れた。じゃあもう一回3回タップします。 1,2 の3。あ、動いた、やば。ちょっと一回止める。これめっちゃ便利っすね。これ本当に動きが滑らかですね。で、一番やりたいのがこれですよね、皆さん。もちろんノイズキャンセリングですよ。モードが3つあって、ノイキャンとアンビエントサウンドと、あとノーマル、レフト、左ですね。これを2秒間タップし続けると。ってことは2秒間こうやってやると、ちょっと音量を小さくした状態で音楽かけて、ちょっとこれノイキャンやってみます。割とここ静かなんで、ちょっと今やっても意味ないと思うんですけど、やってみます。いきます。今これ曲流れてます。じゃあ2秒間いきますよ。せーの、1、2。
すげえ。あ、すげえすげえすげえ。あ、すげえ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 。あ、あ、僕の声聞こえます。あ、僕の声です。あ、すっ、ちょっと待って、ちょっと、一回ストップストップストップ。え、すげえ。これ今何してるかっていうと、アンビエントサウンドになったんですけど、今これ。で、何が起きてるかっていうと、今僕の声これ今喋ってますよね。今こっちのマイクが入ってると思うんですけど、僕のこの声が今ワイヤレスイヤホンをこうやってつけてて、さっきさ、僕最初に言ったと思うんですけど、密閉感が最初一気に静かになったって言ったじゃないですか。これをつけるだけで。だから僕の声が今、自分の感覚が正直こう密閉された状態の僕の声だったんですけど、今アンビエントモードで音が入ってくるから、外の雨の音とか聞こえるんですよ。すげえ。ちょっと今びっくりした。で、僕の今この声喋ってるじゃないですか。この声がこのアンビエントモードでこのイヤホン通じて僕の耳に入ってきてるから、僕の声が普通に、普通のこのイヤホンをつけてないっていうとちょっと嘘になるんだけど、イヤホンつけてないかのようなこういう僕の声がここに今声が聞こえてます。いや、これすごいわ。え、ちょっと今マジでびっくりしてる。自分の声がはっきりくっきりこうやって今喋ってるのが聞こえるんですよ。そして今雨が降ってるんですけど、その音も入ってくるんですよ。で、車の音とかも。すげえ。ウォーキングとかさ、あとランニングの時とかに、やっぱりちょっとこう、音がさ、危険な場所とかあるじゃないですか。ちょっとなんか音少し聞きたいな、みたいな時とか。そういう時とかにこれやれば、あ、なんか今車来てんな、とか、あ、なんか今後ろからチャリンコ来てんな、とかさ、あ、前から来てんな、とかさ、そういうのがわかるっすね、これ。すげえ。で、もう一回じゃあ2秒タップし続けます。1、2、3。あ、ノーマルってなった。あ、これがノーマルか。今ノーマルです。うんうん。普通にイヤホンしてる状態。あー、なるほどね。今ユニットバスのね、あの換気扇を回してるんですけど、やっぱり普通にイヤホンしてて静かにしてると換気扇の音とかまあ普通に聞こえますね。はいはい。で、もう一回2秒やると、あ、なんかキャンセリングってなりました。だいぶ落ち着いたかもしれない。あー、多分ね、これね、今僕がこの環境だから静かなのかもしれないね。これ今ノイキャン機能をオンにしてるんですけど、割とね、この部屋も静かだし、ね、全体的に静かではあるんですけど、やっぱりノイキャン機能を使ったら音が一気にクッってなってます、今。ただ一応換気扇の音は聞こえますね。で、外の雨の音は聞こえないっすね。車の音なんですけど、これもほとんど聞こえなくなりました。で、もう一回2秒タップし続けると、1、2、アンビエントサウンド。あ、はいはいはい。今、一気に耳が解放されてます。すごいね。はい、こんな感じでパソコンと繋がってます。今これ、イヤーファン、エアプロ4。はい。パソコンと接続をして、R 指定 VS T パブローの試合を見てたんですけど、ちょっとだけ遅延あるかなっていうのが、ちょっと今、少しだけ個人的には、うおーってなりました。はい。ということで、この映像はですね、次の日に撮ってるんですけど、昨晩開封してからね、後で気づいたんですけど、このイヤーファンアプリの中にこのゲームモードっていうのがありまして、今これオン状態にしてるんですけど、これをオンにするとですね、遅延がマジでなくなります。このイヤーファンアプリの中にこういうゲームモードっていうのがありまして、これを今オン状態にしてるんですけど、これにするとですね、本当にもう僕、ど素人ですけど、僕、本当にわからないぐらい遅延がめちゃめちゃなくなります。すでに今日も、はい、イヤーファン AirPro 4を使いながら、つけながら、今パソコンでね、ちょっと勉強してたんですけど、こういう動画とか見るじゃないですか、皆さんも。昨日もね、音楽を聴いたりだとか、もちろんトーク動画を見たりだとかしてたんですけど、ゲームモードにすることによってほとんど遅延が感じられないから、めちゃくちゃ快適です。もう僕は昨日からこの Pixel 8 Pro とこのイヤーファンを接続して、まあ作業用のね、そういう音声を流したり BGM 流したりして、まあ聞いてますけど、それだけじゃなくて、こっちのパソコンで今ちょっと簿記勉強してるんですけど、こういう勉強動画とか、まあ普通に音楽とかですよ、ヒップホップ聞いたりとか、あとトーク動画とか喋ってる動画、このイヤーファン AirPro 4の今ゲームモードをオンにした状態で、もうパソコンも、はい、もうここにイヤホン、普段から僕 3.5 ミリジャックつけてるんですけど、外して普通にこのワイヤレスイヤホン状態でパソコンを使えてます。これマジすごい。ゲームモードオフにしてると、まあ普通に遅延感じるんですよ。やっぱりこうなんか動きとこう声とか音声がこう後からついてくる感じだから、あなんかちょっと変な感じするなみたいのはあったんですよ。まあこれがまあ普通のイヤホン、ワイヤレスイヤホンの当たり前の初動だと思うんですよ。ただイヤーファンアプリのこのゲームモードをオンにすることによって、パソコンで普通に動画とか流しながらも、この映像で人が喋ってたりするじゃないですか。僕もこうやって今喋ってますけど、これの遅延がマジで僕わからないぐらいめちゃめちゃスムーズなんですよ。もうだからもうめちゃくちゃ僕嬉しくて、もうパソコンで今勉強しながら、もうこの紐がないじゃないですか。普段はこの 3.5 ミリジャックでこのイヤホンを使ってるんですよ。
まあ、コードがこうやってあるわけですから、やっぱりいちいち外したりだとか、この紐に気をつけてね、机とかぶつかんないようにとか気をつけなきゃいけないじゃないですか。だけどゲームモードがオンになってるから、そのおかげで遅延がほとんど感じられないので、ってことはどうなるかっていうと、イヤホン、ワイヤレスイヤホン状態でパソコンが使えるという。やばい、これはねマジでね、僕初めてですよこういう体験するの。だからすげえ嬉しいですよね。もうワイヤレス状態で使えて、で遅延がほとんどもうなくて、ほとんどないっていうか、もう僕わかんないです本当に。そのレベルでだからパソコンが使えるから、もうめちゃくちゃ楽。何が言いたいかっていうと、ゲームモードがすごすぎる。まあこんな感じで、もう昨日ねこの動画を撮りながら、もうイヤーファンガンガン使ってて、もうめちゃめちゃ生活が楽になりました。楽っていうか快適になりました。